はい、どうもこんにちは、こんばんは、おはようございます。サールです。チョコボの不思議なダンジョンですね。もうどんどんやっていきます。よろしくお願いします。で、ですね、とりあえずこの辺のものをちょっと袋の中いっぱいか、まず持っていって合成をね先にしてしまおうかなと思います。多分ね、ここの中で外の世界っていうのかな、ここで本を読んでもレベルはね多分上がると思うんで、じゃあちょっと合成をしていただきましょうか。まず自分が持ってる、ああ、これめんどくせえのがね、でも外さないといけないっていうのが、もうめんどくさいですね。あ、でも爪は持ってなかったので、これでいいか。で、まずこの蔵ですね、オリジナルを、一回サービスするって約束だったね、完全に忘れてて。あ、本は読まなくていいのか。そうすると金を取られるのか。すげえ音。鋼の蔵、やったね。これでね、どんどん、おう、硬くなればいいんですけど、これでどれくらい取れるの。500ギル。マジか。アコギだな。いや、手厳しいですね。キツネだかタヌキだか知らないですけど。これ多分プラスの数値がね、高ければ高いほど多分金取られるようなシステムなんじゃないかと思うんだよね。全くどこのゲームも金、本当に厳しいゲームだな。で、とりあえずしょうがないんでね、この革の蔵オイルはちょっと置いといて、とりあえずこれでいいかな。今回はかなり強めの感じでいけそう。知恵の実はね、あ、なんだっけ、頭がよくない。ブリンクカード、これね、ダンジョン入らないとね、わからないって結構厳しいよね。まあ、なかなかないだろうけどね、停電対策とかで一番最初にセーブしておくのもいいのかなとも思うんだけど。なるべく、あー、ちょっと待ってね、これテレポカードはもちろん、あ、持ってないですね、テレポカード。ね、そういうものっていらないかなってね思ってたんだけど、難しいね。結局プレイングの何だろう、方法っていうか方針がね、まだ定まってないままずっとやっちゃってるんで。カミラパパはどこへ行ってしまったのだろう。ダンジョンの中にいましたよ。非常に気になりますね。一切、俺は一切気にならない。 R はないかな。一応街をどんどんね、なんか多分なんかすればね、この辺の場所とかもね、潤うというか、もっと盛んに、ね、なるんじゃないですかね、交流とかも。何すりゃいいかは分かんないんだよね。まあアイテムが必要だったりね、多分する。まあ他に魔石とかね、多分必要になるかもしれないんだけど、その辺はちょっとやってみないと分かりませんね。よし、じゃあ行こうか。どの階おりますか。とりあえずレベルと同じ階から行くことにしましょうか。結局また盗むか。あー、2でもそうだったんですよね。盗むと速攻でね消えるんです。バトルで有利。分身の登場。ブリンクって、あ、飛ぶんじゃないんだっけ。あの分身が出てきて回避率が上がるやつか。ファイナル分身ですね。よしよしよし。でも戦闘は相当余裕は出てきましたね。ばあちゃんも3ターンくらいで、ね、蹴り3発でやれるならいいんじゃないかな。これが怖いんだよな。これバーがさ、下にあるんで、何盗んでいったんだ、わかんねえな。知恵の実はちなみに頭が良くなる。あ、頭が良い、いね。食べるだけで頭が良くなる食い物があったら、俺もね、ぜひ食いたかったね。届かない時は逃げましょう。逃げる、間合いを取っているだけなんだ。あ、ちょ、こいつすぐ貯めるからな。これメニューを、あー、これ貯めてるな。よしよしよし、俺の方が早い。多分敵は地属性ね、クエイク打ってきたんで、まあエアロがないんでね、
打てるものを打ちましょう。マックスまで行ってなかったね今。51、悪くない。いけるか。あーダメだった。なかなかかっこいいね。これレベル2とか言うんですけどね、レベル2なのかな。ミスザーマー。よし、お、まだ行く。魔法を2冊読んだ方がいいかな。不思議なしおりはレベルが上がるんだよね。まあやっぱでもドレインかな。ドレイン、もうドレインをどんどんね上げていきたい。昔もね俺そうだ気がする。一人で2プレイした時も知恵の実、これ頭が良くなってるのはよくわからないんだよな。頭の出来っていうステータスがないんで、多分ねこれレベルが全体的に上がるんじゃないのかなと思うんだよね。読み取りレベルっていうのかな。よし来た、だと思うので、まあ元気がなくなって、ああまあ今食っちゃってもいいかもしんないけど、カラソンがちょっと難しいですねこの辺は。あーカラスが、素晴らしい攻撃だ、素晴らしい。一旦逃げて、よし、そこだったらトロクでしょ。でまあんーそうだね、ああ何でもいいや。とりあえず袋の中がどうしてもいっぱいになってしまうので、 OK。 それを避けるためにはやっぱ少ない冊数の本をね消化していった方がいいよね。でまたエアロ取っちゃったし、ちょっと今実験で読んじゃおう、見よう。あーでもファイヤーがあと1ポイントか。ファイヤー読んでからにしようか。うえっ、よく罠に引っかかるねこのゲームは。俺だけかな。まあこうやってね、罠探しすればいいんだろうけど、あまりにもめんどくさすぎるでしょ、それ。これね、ちょっと届かねえのがね、よし、入った。結構先行入力効くんですね。これ読んだ後に、いいや、エアロも読んじゃおう。レベル上がったね、よしよしよし。俺の方が早いか。早めに読んじゃおう。これいけたんじゃないか？あー、いけないか。もうちょっと自分のレベルが上がらないと難しいかな。31、すごい食らうね。まあでもこれで大丈夫でしょう。若干ビビってたましたね。レベルが5553だ。サンダーが4になればいいんだよね。これで。1個だけか。なるほどね。じゃあ、やっぱドレインなのかな。ちょっぴり本の意味が分かった。使ったことになるんだ。多分。ということは、あと1残せばいいんだね。じゃあ、シャインを1個使えばいいわけでしょう。艶出しクリーム。これ気になってたんだ。これ多分ね、プラスが増えると思うんだ。レベルアップですね、多分。どっちがいいかな。攻撃が17、防御が18。このゲームは、防御ってちゃんと防御になん、魔法の防御も兼ねてんのかな？死なないことがやっぱ大事なので、クラを、これレベルが5になったの？あ、なってる。あ、これって合成でもね、また上げられるし、かなりいいんじゃないですかね。よし、じゃあ、社員を1個読み上げましょう。あ、あいつ、俺の知ってるやつか？もうあるけど、まずドレインで、ドレイン使って、体力を、うえよ！ね、回復しましょう。危ないんでね。結構遠距離攻撃をしてくる輩が多いので、もう HP 半分減ったら、読んじゃってもいい。おい！あらららら、読んじゃってもいいかもしれないね。これ、まずい、逃げる。よし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 。助かった。ちょっと気になるのがね、PS の、PS3 か、ディスクの読み取り音がね、なんか、不穏なんですよね。なんか、シュル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 言ってるんで、あ、ドレインもあと1ポイントか。じゃあ、ドレインあげちゃおうか。
やっぱドレイン優先でいきましょう。あ、でも待ってね、ナッツが怪しいんだよね。ナッツ持ってきてないもんね。お金、そうするとお金あんまりやりくりまたできないんじゃないですかね。やるな、お金のやりくりができないっていうのはラジクラを思い出すね。すごい嫌なんだよな、あのゲームもね。全然お金の、ね、やりくりができなくてね、すごい厳しいんだよな。よし、3ターン。なんだろうこれ。うう、何今の。なんか絵画かと思ったんだけど違ったのかな。レベルを1回くらい上げたいね。てかアイテム、詳細不明のアイテムまだ拾ってない。あ、危ない危ない、ね、拾ってないよね。ここ来て速攻でもうドレインを叩き込む。で回復が42、それなりにね回復するんで、また離れちゃって、で殴り合い、空はどうなるんだ18。ああ、これ殴り、あ、でも殴り合ってもあれか。もし魔法を使ってこないんだったらね、あの護身完成でね、また通路に逃げ込めばどうにでもなる感じがするけど、ちなる、くそ、あいつやっぱ要注意はあいつですね。 HP も高いし、経験値的に、ね、強ければ戦ってもいいんだけど、なんかあんまなんかそんな感じも。あ、ちょっとアクティブバーをね、ちょっとこれは結構おー、いける感じですね。4回、 HP が高いのはね厳しいですよね、やってると。シーフか、シーフね、あの盗まれたものがあるので、あ、エアロ読んじゃう、ね、盗まれたアイテムが多分ね持ちっぱなしだと思うんで、あれ、この回だっけ、この回じゃなかったかも。手裏剣がね厳しいっすよね。レベルアップおめでとう。リムの本が一冊か、まあ、一冊、残り一冊のものからねどんどん消化していきましょうね。知恵の実がどれくらいで、ね、元気が回復するの。あ、また本だ。これなんか横顔、人の横顔に見えるんだけど、なんか別のものなのかな、ちょっとわからねえな。何に見えますか。また階段か。ちょっとまた別の方、もうちょっと、やっぱ探索はやっていく。行かないとだよね、どうしても。オーガがいるんだっけ。いますね。またもう先に貯めてるの本当にムカつきますね。ちょっとシャイン、あ、ダメだ。これね、こっちが届かないのにね、あっちが届くのはねずるいと思うんだよね、マジで。まずシャインを叩き込む。うん、攻撃力はそうでもないですね。別に社員だからどうとかはないですね。あー、でもここでリム使ってもどれくらいなのかな、ちょっとそれも気になるんでね。同属性過去仮の、あ、そんなことねえな。それなり、あっ、ね、それなりに今食らってたよね。あー、でも魔法2冊でも厳しいか。やっぱり戦わない方がいいかな。なんかあんまりやりようが見つからないね。またか、ベヒーモスみたいに これで石ゲット。ああ、届いてないね。自分は攻撃届かないけど向こうだけ届くんじゃな。こういうゲームにおいてちょっと厳しいよね。あ、攻撃をオイルで防いだ。あー、サビ系もあんのか。あー、なるほどなるほどね。ということはオイルカードを早めにちょっと持っておいた方がいいですね。もうここの時点で普通に打ってくるってことだもんね。よし、じゃあシャイン
のレベルを上げましょう。元気がどれくらいかな？うん、10%。ちょうどいいですね。あれ？ATB が49になってるな、社員とドレインが。読むのが早くなるって意味なのか。ちょっと誤算だったな。まあいいや。あー、これ結構な頻度で毒っていうか生えてくるね。普通に魔法を打たれた方がいいんだけど、19しか食らわないし、なんか19がすごい大安値に見えるからね、不思議だよね。ただあんまり調子に乗ってると、あ、6、あー、やっぱレベル上げたのが相当効いてるな。なんだろう、ツーンとくる薬。階段の近く、飲むなら階段の近くだな。何があってもいいように。万が一やっぱダメージ系とかスロー系とかね、マイナス要素があると危ないんで、ね、ここで飲んじゃおうねえ。こうなるんですよ。でも下の階降りちゃえばそれは消えるんでね、ステータスは。これがいいとこですね、このゲームの。あっとっとっと、まずい、やべえ。よし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 。 HP も回復ができないので、持って帰るものが何かあるとしたら、まあ爪と蔵ですかね。 HP ないもんね、何も。なんか早速死にそうで嫌なんだけど。敵いるね。あ、なんだろう、波富士か。お前そこでなね、ブリ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 やれるとすごい困るんだよな。ドレインを速攻で読んで速攻回復しましょう。これ結構厳しいな。テレポのしおりもないし、やっぱあれないと戦えねえよな。あれね、消えないんだよね、あのヌメヌメ。だからできるならちょっと大回りしていかないといけないんだけど、あれが一本道だと多分踏まざるを得ない状況なんだよ。ああ、まただや。あ、こいつとも戦いたくないしな。そんなこと言ったらね、回れないんだけどね。ああ、最初の階層の頃は懐かしい。簡単なゲームかなと思ったんだけどな、全然簡単じゃねえや。くっそ、どうするこれ。これがおかしいんだよな。一歩入って、あー、ごめん、メニューが開けなかった。一歩入って速攻でメニュー開くっていうことをどんどんやっていかないと。そうだね、あのかまどを使うのが、魔法のね、本を使うのがここだけで。あ、やっぱ届かねえもんな。あいつおかしいよな。あいつすぐ貯めるんだもんな。あいつ汚ねえよな、どう考えたって。まともに戦ってるのがバカらしいよな。よし、これで読んで、もう一冊読まないといけないんだよね。あ、俺の方が早いか。で、ちょっとサンダーね、ずっと読んでなかったので、弱いんで、ちょっと先に、どんどん消化していきましょう。ちょ、危ない、危ない。それでもやれねえって結構厳しいな。うっ！あ、やばい。あのね、多分、なんだっけな。物を何でもかんでも忘れさせちゃうモンスターかな、もしくはリフレクをかけてくる敵、まあ、自分にね、自分がリフレクになるやつだと思うので、これもお前貯めてん、ほらもうすぐ、こいつらすぐ貯めんだもんな、ずるいよな。どう考えたって戦うのがおかしいんだよな。あー、逃げ切れなかった。
甘んじて食らうしかないな。お、魔石があるね。ねえ、だって食らったらもう即ドレインだよね。まあでももったいねえよな。もったいないって言って多分ね、死ぬ気はすんだけど。あー、やりきれない。ドレインだな、これも。難しいな、結構一瞬の油断が命取りゲーですね。敵が2体とか出たら多分速攻で落ちるんじゃないかな、これ。よし、もうだってもう生き残れないもんな。もうイフリートの魔石、なん魔石だろうがなんだろう、もうどんどん使っていくしかねえよな。ちょっとね、テレポカードが出ないのが厳しい。いやー、厳しいな。もう殴り合いだったらね、もうどうにかな。泉も出ないしな。今までテレポカードいっぱい出てきたのにな。ちょっとミス連発はやめてくれ。死んじまう。錆びてる首はどうせ呪われてんだろうな。あ、来た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 。もう魔石、これ部屋入んないとダメなのかな。こんだけ隣接してりゃ大丈夫だよな。おー、かっこいいね。100ぐらい食らってくんねえかな。ちょっとそれくらい食らわないとな。あ、300ちょっと思っていた以上に食らって戸惑っているよ。まあでもいいや。あ、じゃあ識別カード今使っちゃおうか。その錆びてる首は、なんかいい首輪だったら。ガラスの首はダメですね。もうちょっとでもまだ探索しないとな。蔵か、鋼の蔵。あ、これもカラスのばあちゃんだったら戦ってもいいか。プラス1いいんじゃないかな。開けて、よし。美味しい身であることを。ねが、危ない。どうもやっぱこのゲーム通路に入るとね、そのバーのカウントがリセットされるみたいなんで、それを普通、なんだろうな、通常で使っていかないと、うん、僕は絶対勝てない。美味しい身だといいな。やっぱ階段近くで食べたい。ちょっと危ないんでね。よし、敵もいなそうだし。素早さの身、足さばきに自信がついた。素早さ、あ、通常のこの一番下の ATB がいくつ、32から31になったのかな。まあちょっと試すにはなかなか難しいけど。鋼のクラクラ帰って、あ、もうこのテレポボックスを、まあまだ使わなくてもいいか。いくつ、あ、でももう21個か。そしたら、あ、いいや、もしかまどがあったらね、かまどで使いたいし。そしてどうしようかな、 HP を回復しようかな。何かないのかな、このゲーム。本当に早、あ、石投げって言った。早回しとか、あ、はないんだな。やっぱ地道に歩いて回復するしかないんだ。